ミュージックゴートをお聞きの皆様、こんにちは、こんばんは。 MC のジョとポンです。お願いします。この番組はロックシーンについて様々な角度から視聴者の皆様と一緒にお届けする番組となっております。概要欄に Twitter、Instagram、メールアドレスがありますので、感想や僕らに話してほしい内容の意見をどんどん送ってきてください。番組内で今後の予定についても紹介するので、出演希望もどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。どうすか、あんまおもろいことじゃないけどさ、ふるさと納税やったふるさと納税やった。商品届いた？いや、まだ届いてないね。今さ、うん、届いてさ、俺冷凍庫にさいや、ブリ1キロとホタテ1キロあんねんけど、どうしたらいいと思う？いや、それは消化していってくれよ。無理やん。まあ確かに、一人であんまでさ、俺らなんてさ、まあまあ自分ポンはさ、割とちょっと料理するかもしれんけどさ、うん、せんのよ。で、生のホタテが1キロとブリ1キロとあと明太子 700g 入ってんねんよ。いや、明太子はいけるやろ。まあまあまあ、明太子はさ、100歩譲って。でもホタテなんてさ、まあ確かに、俺もう刺身生で食うレパートリーしか考えてないのに1キロも届かれたらさ、確かにホタテむずいな。しかもさ、なんか別に自炊するって言っても仕事はのそうなったらやる気をするし、そう結局土日にしか減っていかんやろうな。で、そんなさ、ちょこちょこさ、1個2個解凍してるからね。1キロから出して1個2個だけ外出してさ確かに。まあだから、まあまた海鮮鍋でもそうやな、やろう。あ、めっちゃうまい鍋。あ、そこ、まあこれは今度話すわまあそんな感じで始めていきますか、はい、で、まあ、まあ年も結構明けてるんですけど、うん、今更ではありますが、そうやな、2022年の振り返りを、そうやな、振り返ろうしていこうかなって。振り返ろう。いや、いっぱい音楽聴いたと思う、2022は。なんなら俺過去最大数のライブ行ったよ、2022、うん、しかもさ、なんかまあライブ行きだしたんは、まあ年明けもちょくちょく行ってたけどさ、うん、その4月に上京してきてからが、まあ本格的に。確かに俺ら2人で行くようになったんは、 そっからが本格的やもんな。だからまあ4分の3年ぐらい、そうやな、1年でめっちゃ行ったよ。しかもなんか俺はそんなやけど、うん、ジョはめっちゃ、なんてやろう、メモリアルって言うんかな、なんかあんまりないようなライブ。ああ、記念的な。そうそう、ああ、ヘイの15とかコードレイの横浜、そうやな、確かに行ってたイメージがあるから。そうやな、なんかどれか一個選ぶのはむずいやろうなって思いながら。ああ、でもなんかそっから選びたくないなひねくれてるからな。な、まあまあまあ、じゃあマイベスト2022でもやっていきますか。そうやな、ライブと曲か、曲またアルバム、アルバムか。で、自分の中で一番なんか急上昇したアーティストとか、ハマったアーティスト、うん、そうやな。まあ別に一つじゃなくてもいいし、うん、多くて2個にしようか。そうやな、確かに。まあ3つまでいいかまあ、まあ時間の関係で、まあ、話していく。ライブからでいいじゃん。ライブからいくか。まあ俺はなんかエピソード0でも話したけど、うん、洋楽の面で言うとザ・1975をやっと見れたサマソニー。ああ、確かに。サマソニック。そう、サマソニックで、まあ普通に日本のバンドやったら、やっぱ俺はコードレインの横浜アリーナかな、一番残ってんのは。あれ、まあ言ってないんですけど、俺は良さそうやったなマジで。しかもなんかめっちゃ曲やってたよな。そう、めっちゃ曲やってたし、しかもなんかさ、あの前のブレアフェス終了の時に発表した時もおったし、でコロナで行く、そうそれで行く気満々やったけど、コロナで流れて3年越しに、確かに3年間待ってたライブやったから、うん、普通にそのなんていうの、興奮と爆発が良かったし、アクスタ買ったか、ちゃんと。アクスタは買ってないアクスタはね、
ちょっとね。おもろいけど、いや勝馬がいいわ。勝馬が欲しいわ。ブレアないかな、あれ。アクスター。ワンチャンあるんちゃう、余ってたら。まあそうやな、ね、やっぱ15周年のな、よかった。しかもやっぱあんまアリーナとかでやるバンドでもないやん、うん、やっぱライブハウス出演場やから、まあ普段見れない、うん、その武道館行けんかったから、あ、そういう意味で初めてコードレインをアリーナで見たっていうのもあって、やっぱ世界観の作り方とか曲もめちゃめちゃ良かったし、うん、まあ、途中でマーが出てきて、うん、ザ・メイズ歌ったりもしたし、確かに、しかもまあある程度の声出し OK 的な部分もあったから、うん、めちゃめちゃ印象に残ったし最高に楽しかったですね。いいやんでもあのライブは何やろ、写真とかの感じ見てると青やったなっていう、俺のコールドレインは赤のイメージやったけど、ああ青やった、あれは確かに。いや良さそうやったよね、横浜アリーナ。でもやっぱそのさ、うん、普段アリーナやらん、てかアリーナツアーとかでもない癖とか言ってるからけど、そのアリーナ一公演だけのために、うん、まず全曲多分後ろの背景の映像とかあったし、うん、そうなんや、多分めっちゃ準備してきた、そうそう、めっちゃ準備とか、しかも多分3年間かけてとか準備してきたんやろうなっていうのがあって、確かに、いやもう最高でしたね。いいですね。どうすか、ポン決まった？いやマジでなんか、いやそうよ、全部いいに決まってんねん。決まってるけど選びきれんな。まあでもまあかぶらせんようにいくと、そのエピソード0、うん、まあ最近のレッドライン、あーオールザリベンジ、まあ、俺サマソニー行ってないっていうのもあって、今年のフェス行った、まあレディクレーム買ったんやけど、うん、全体的にダントツで良かったなっていうのがあって、なんやろうなあれ、うん、ザ・ボーンズ取り合ったしな、そうそうそう、ポン推しのなんか俺らほんまにできんのみたいな感じやったよ、そのピアアリーナでフェスがね。そうだからなんか期待値が低かったって言っちゃ悪いけど、うん、なんか失敗しそうやなってちょっと思っちゃった。心配っていう、心配の方が大きかったから、なんか余計すごかったっていうのもあったし、うん、しかもアーティストもなんか全員本気っていうか、うん、そのバチバチやったもんな。そうレッドラインに仕上げてきてるみたいな感じのアーティストがめっちゃ多くて、うん、なんかそう序盤のさ、ね、ブルエンとかもめっちゃ良かったし、うん、最初から最後までマジでめっちゃ楽しかったなっていうので、うん、まあ水曜やったっていうのかな、ちょっとうざかったけどマジで次の日絶望よ。そうしかも次の日マジで会社の先輩コロナになって、ああ全部仕事降ってきて、確かになんかもともと休む予定やったけど、もともと有給取る予定やったけど無理やったもん、ほんまいつコロナかかってんのそんな言ったらあかんけど、よかった。あとあの真ん中のステージがすごい新鮮やったな。そうそうそう、レッドラインはめちゃめちゃ良かった。うん、あっこのエイジがマジで良かったね。うん、今年のライブ曲、まあ、曲行く、ライブはこんな感じで、うん、曲っすか、曲かアルバムか、まあ一個ずつでも。曲はでもな、シングル的な意味で言うと、うん、ザットソングなのかなって思う。忘れてた。これはでもそのね、そうや、ボーンズ好きやからっていうことじゃなくても、うん、めっちゃ聴いてたやろなって思う、めっちゃ好きやって、アルバムやったらコールドレインの曲、アルバムも聴いたけど、あーノンネガティブ、うん、でもなんか曲アルバム全体でめっちゃ聴いたっていうのはなんか洋楽、それこそなんか The 1975とか、はい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 、まあ、新しいもうシンプル出たもんな、そうそう、よかったよ、ね、とかがなんかアルバム全体通して聴いてたかなっていう感じで、うん、その2つですかね。で、うん、まあ、今年4月ライブ、ああ19ザナインティセブンライブ行くな、行くんで、まあ、追加公演で東京で、ね、今って思ったけどさっき言ってやと思ったけど、確かに、まあまあまあ、ええわ、まあ、楽しみですね、それ楽しみ。うわザットソングね、うわそっか、
今年かあれ。そうやね、あれ今年か。うわ今年いいな。そう思うとだってエルレの新譜もあったわけやん。いやそうそう、でもちょっとエルレを言うのはあれかなって思って多分外してるけどさ、うん、しかもなんかまあ当たればですけどさ、ツアーが、まあ、今年に控えてるわけやし、そうやな、まあ去年というよりは今年って感じやもんな。そうそう、そうやな。でまああえて外したみたいな感じはあるけど。なるほどね。俺か、俺はまあシングルというかまあアルバム、うん、として AFJB かな。ああ確かにめっちゃ聞いてた。そう1枚目の AFJB 確かにめちゃめちゃハマったな。やっぱ電撃とか、うん、なんかでもめっちゃくだらん話やけどさ、うん、なんか iPhone とかアップデートされてさ、うん、その曲のさアルバムの色に合わせてさ、あーそう出るようになったよな、画面が色変えるようになってさ、はいはいはい、あれでいっちゃんいい色になるんさ、うん、AFJB のさアルバムちゃん真っ青にな、綺麗な青にな。俺それで圧倒的なボーイ、まあ普通に聞いてる。いやそこで何もでもな、いや聞いてたで普通に。でもいやでも普通になんか新しいわけではないけどなんかめっちゃハマった。なんかあんまなかったんあんな感じが、うん、最近で。まあ個人的にはめっちゃヒップホップも好きやから、うん、なんかそれのちょうどいいとこ取りをしてるというかどっちも、うん、っていうのにすごいハマって狂ったように聞いてたな。早く2枚目作ってほしい。また金なくなるやん。いやそうや、あの人は金使うから。機材でも買わんでいいんかも今回。あそうそう、いやでも多分また新たな機材を投入するかもしれんから。そういうことな。そう、まあ、だからブレアフェスでまた見れるのめちゃめちゃ楽しみ。そう、ね、そう、あとは一つだけ言うと、うん、もうちょっとグッズかっこよくしてほしかったな。いやかっこいいね、かっこいいんやけど、うん、確かになんかちょっと着づらいというか、うん、なんかね、うん、わかる、わかる。なんかさあの青すぎて。確かに難しいな。でもそれはまあね、なんかもっとこだわりそうやろうな、そういうところ、うん、でも割とシンプルに来たやん。そうドシンプルに来たっていう感じ。まああれが良さではあるんやけど。確かに。まあでもライブもめちゃめちゃかっこいいし、かっこよかったし、うん、今年の、はい、白もあったっけ。白もある、白もある。白ってさちょっと汚れとか。そうなんよ、そうなんや、せやねん。あってちょっと避けてまうのも分かるからな。あとさ俺ら一人暮らしでさ、そんな服もちゃんと管理できひんからさ、なんか首元とか決まんでくるやん白って。確かに。それがほんまに嫌で、うん、手洗いとかめんどいもん。そうそうそう、じゃあお前らが洗えよって話やけど。いやそうやけど黒があるのが無ないもんな。そう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 、ワンティーとかで。そんなん言ってるからあれやで、俺らグッズかぶんねんで、ブレアだって。いやあれはでもしゃあない。いやあれはね、バンドのロゴを優先してさ、まあ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 したらしゃあない気するわ。あれはまあね、まあね、そんな感じで今年の一枚は AFJB やったね。なるほど。まだ聴いてない人はぜひ聴いてほしい。いやいいですよね、めちゃめちゃ良かった。もうドラゴンアッシュとか好きな人やったらな、うん、もう最高やと思います。知らんけど。知らんけどって言うなって大阪人。知らんけど。でまあ、次は今年ハマったアーティスト。あそうやな、まあハマ、まあ、一番聴いたというか、まあ、思い出深い的な感じ。なるほど。思い出深い、思い出深いはちゃうか。急上昇アーティスト。急上昇アーティスト何やろうね。俺は俺から話すか、うん、AFJB。ああまあまあまあ、でもそうそれと思うんだけど、いやエイジファクトリーの。ああそっちな。てかシンプルに今年の Spotify とかさ、年末のランキング出るやん、自分がどのアーティスト一番聴いたかみたいな、うん、それが圧倒的1位がエイジファクトリーやった。ああね、 2% とかやったもんな。そう、上位 2% に入ってますみたいな。確かにそれはすごいわ。めちゃめちゃハマったなエイジファクトリー。なんかいや、いいよね。なるほどね。なんか最近さ、うん、やっぱ
それこそさ、うん、まあコールドレインでもそうやしさ、まあヘイ、普通にペールダスクとかカルトとかさ、なんか結構英語中心の歌詞が多いアーティストをずっと聞いてきてて、うん、ずっとそういうアーティストばっかりハマってて、外人やしな、外人やしな、そうやね、なんかやっぱ故郷のあの音を聞きたいやん、うん、ねんけどなんか久々にゴリゴリ日本語の、確かに日本結構ホーロック系の自分のハマるバンドに出会えて、うん、なんかめっちゃハマってもうたな一気に。なるほど。そう、でも俺その感覚やったら、うん、こないだのレディクレの WOD はめっちゃそれなんよ。俺、まあ外人ちゃうけどなんかその日本語の歌詞ではいはいはい、なんかなんてやろうなあの感じって言ったらめっちゃ意味わからんことになるけど、そう、まあでも言ってることはわかる。 H ファクトリー的な感情になった、そのなんてやろう、感情だけに、こういう、そうそう、こういうバンド俺めっちゃ好きやったわみたいな。ああ、なるほどね。っていう、じゃあハマるやん。いや、そうよ、だから聞いてますよ今も結構。あ、そうか、まあ俺も結構、てかあれやん、今日のさっきか12時から、うん、WOD 配信開始されたし、そうやね、確かに。まあでもその、まあ AFJB つながりで AJ ファクトリーやってたら思んないかなと思って、うん、スサシも結構一つかなって俺は思った。なんかデッドポップで初めて見たけど、うん、その後結構見たし、うん、行ったよね、結構ハマったよね、うん、なんかみんなで結構ハマったよね、ドッと、うん、てかなんかやっぱライブが楽しい、確かにアホになれるよ、うん、アホやしおもろいしうん、わかるわ。そのなんかさ、全公演、うん、違うことしそうで全公演行きたなるくらい、めっちゃすさしって、確かに、その不確定要素が多すぎてライブでの、うん、しかもなんか対バン相手との絡みとか、うん、ああめっちゃあるよね、楽しみそう、楽しみ、楽しみそうって意味やから楽しみそう、そう、それも楽しみやし、どんなバンド呼ぶんやろとか、うん、そのなんか呼ぶバンドもそこまで俺ら知らんバンドとかやったら、うん、なんかそれでハマれとかもあるすごいし、うん、あとなんか何しでかしてくれんねやろうか次のライブでは、確かに、っていう意味でこの2つかな、エイジファクトリーとスサシが結構今年のマイブーム、マイブーム、マイブームやったな。ポンはどうすか。そうやな、 WOD と、うん、そうやな、言ってたね、もうほぼ今年やけどな WOD に関しては。そうだよ、だって28やろハマったん、うん、4日間だけやで、自分3日か。いや、そう、いやでもまあまあまあ、でもね、行く前から聞いて、あ、まあまあそれはそ う, そう、ちょっと気になってた上での、あのライブやったからね、うん、何やろうな、まあでもうん、むずいね、ペイルダスクかな。ああ、かっこよかった、うん、なんかサタニックパーティーで一緒に2人で見たんですけどね、かっこいいよなあれマジで、うん、かっこいい、あの予測不能な感じもね、うん、曲のっていう感じで、まあこっちは結構ゴリゴリ今っぽいバンドなんかなって思うけど、それはそれでまあ、うん、かっこいい、めちゃめちゃ、やっぱグッズとかもさ買いたなっちゃうもんね。そうそう、ペールダスクとかってスサシもそうやしさ、うん、毎回スサシとかな作り込んでる感があるし、うん、毎回買ってもうてんもんなライブの数とグッズの数一緒やからな、言ってる、やばいやん、じゃあ次え、ワンマン、ワンマンちゃうけど、うん、ツアーね、何箇所も行ってなそうそう、どんどん増える。でしかもさ、なんかスサシってさ、うん、意味わからんタイミングでグッズ増やしたりしてくるやん、うん、確かに、今日で、そうそう、今日みたい な, たいな、でさ次行ったらないみたいなさあるやん、確かに。でまあ僕はペイルダスクで、まあサタニックパーティーの鳥の2バンドか、うん、確かに、
やっぱすごいね、サタニックパーティー、うん、サタニックパーティーがすごいのか俺らがサタニックに寄ってるだけなのかっていういやでも知らんバンドも良かったしな。いや良かった良かった良かったってことでしょ。シースマイルとかね、うん、かなり新曲でしたけど、うん、アルバムてか、うん、ツアーとかも回るって言ってたな、うん、こんな感じかね。だらだら喋ってもったけど、まあでも2023年は何が楽しみですか今一番。今一番楽しみな、うん、フェスライブとかってこと、うん、今ノットフェス、おノットフェス、うん、え楽しみちゃう。いや一番楽しみやっぱ、しかもまだそうやな発表されてない、うん、誰が出るか分からんけど普通にスリップノットとさなあコーンとさ、うん、えぐいやろいや冷静にえぐい、うん、次だって見れるか分からんもんな。そうもう一生見れるか分からんし10年後とかかもしれんしな。10年後とかまず誰が残ってんねんって話になってくるし確かにほんまやな。俺ら自身もな10年後なんてどうなってるか分からんから確かにスリップノットもっとなおじいちゃんになってるかもしれんし、ね、もっとおじいちゃんになってるやん中の人がどんな年齢かそうやな分からんけど詳しく知らんけど、そうやなスリップノットと曲的な面ではどうやろうな。勝手な妄想で言うと、うん、そろそろラットがアルバム出すんではないかな、うん、確かにめっちゃ時期的にしかもクアも帰ってきたってそうって思ってて、まあ普通にどう次はどうなるんかなっていう楽しみ戸締まりしたん結局。戸締まりまだしてない。おいなんか見に行かな見に行こうとか言っとったね。いやじゃあ戸締まりしなちゃうやん。しようと思ってるよ戸締まりけどなかなかさあれまだやってる戸締まりやってるやってるやってる。なんかもうスラムダンクに押されてんちゃって思ったけど、まだこの先週の興行収入ランキング1位スラムダンク2位戸締まりまだすごっ一生この2つそうなんや、うん、それはすごい戸締まりって感じかな曲的には。まああとは普通にどうやろう、まあブレアフェスも近いけど、うん、めちゃめちゃ楽しみやな。確かにライブ始めライブ始め結局ね。まあでも2023の目標は、うん、エルレを見に行くことよ。なあまあ確かにまたこの新しいアルバムおい期待すんなって。いやいや行こう行ける、うん、まあまあ28日やっけ発表ね、うん、まあ、それはしっかり聞こう。そうやな恨みっこなしで、うんそうやな。まあってな感じで2023年もよろしくお願いします。お願いします。じゃあおやすみなさい。